皆さん、こんにちは。埼玉学習センター、ジェンダーと社会の授業を担当しています、渡辺大輔と申します。現在、世界的にもジェンダー平等が求められている中、日本ではジェンダー格差が非常に大きいままであるなど、多くの課題が残っています。この授業では、ジェンダーとは何かという基礎知識から、教育、メディア、労働、育児、暴力、 国家に関するジェンダー問題を考えていきます。この授業は様々な経歴を持った多様な方々が受講してくださいます。この授業で得た知識や視点から各自これまでの経験を小さつし考えを共有しジェンダー平等の実現への方策を共に見つけ出していきたいと思っています。自分の常識、当たり前を問い直し自分の身近な出来事や関係性、自分たちが生きる社会の制度、 世界にある問題を発見し、それへの解決策などを考えてみましょう。皆様のご参加をお待ちしております。